皆さん、ポコニャチは。今日は80秒スピランに挑戦していくよ。ほう。80秒か。若干長めね。最近短めだったからね。爽快って書いてあるが、コース難易度はどうなってるのかしら？サクッとクリアできたらいいけど。見た感じ長そうだし、いろんなギミックがあるかもね。うん、早速プレイしていこうか。お前ら、今日もあれやるのか？さあポコニャン、今日の死に様は？死に様ってなんだよ。今日は残念ながら死なないね。初見クリアまであるんじゃないかな？初見クリアねえ。80秒スピランを初見クリアしたら神様ね。そんなプレッシャーをかけるから死んじゃったじゃないか。ま、ボム兵の率には割と得意だから大丈夫だね。こんな感じで。ってそれダメージ食らうの？普通にはいけないか？どうだろう、とりあえず上の氷ブロックに乗ってみるか。あ、最後ボム兵を逆方向に蹴ればいいじゃないの。あっとここすぐジャンプしないと。よし、7回目のジャンプで左に蹴ろう。ここで高めに。よし、これならスムーズにいけるね。で、そこに孔明かよ。絶妙な場所で。ここ。うん、バッチリね。ピンクコインも集めないとな。あっとジャンプが届かなかった。よし、あそこはゆったりとしたジャンプにしよう。ここは素早く三段ジャンプ。からの。こんな感じか。おう。って怪しい雰囲気だが。まさか踏んじゃダメだった？いや、踏まなきゃここまで来れてないし。ここのピードはもう入れないか。さあ、結構進めてるぞ。ここは、まだ楽そうね。さあ、すぐにスピンジャンプ。お、よくすぐに反応できたな。上から見えてたからね。さあ、ここは。特に注意する箇所もなさそうね。そして次のエリアか。ここは洞窟エリアね。あっと、すぐにスピンジャンプだったか。戻ってきたわね。おい。ふう。初見じゃ反応できなかった。そして次は？ちょ、連続砲台が。少しジャンプの調整をしてみよう。これじゃダメか。だったらこれは？あ、惜しかったわね。これならどうだ？お、うまいこと言った。うん。ちょっと運要素が絡むかな。まあいいや、とりあえず先に進んで。ってこのトゲはすごいよね。ってこの狭い場所で壁切り？うん。あれはかなり厳しいな。てかここ、もしかしたらショートカットができるかもしれない。またズルニャンするつもりか？後で試してみよう。おう、うまいこと入ってるな。よっしゃ、先に進めるね。さあここは。ダッシュしてるだけでいいのかな？二段しちゃダメよ。ここは三段ジャンプかな？トゲには気をつけないとな。さあ次は。でまたすぐスピンジャンプだったかさて、このコースのおさらいだよ。かなり進んだんだがな。ドアから出てすぐには反応できなかったよ。それにしてもこのコース、かなり難易度が高いわよね。うん。さて、ここは7回目のジャンプで左に蹴ってと。そして孔明には注意しないとな。よし、ここはしっかり3段ジャンプを決めて。トゲには当たらないようにね。大丈夫。ここまで来たら少し休憩エリアだね。休憩エリアって、そんなこと言って死なないでよね。大丈夫だって。あ、そういえば今回は十字キーなの？うん、ヒップドロップする箇所がないし、普段は十字キーの方がプレイしやすいからね。ヒップドロップは十字キーでするとたまにブレて失敗するんだ。さて、いよいよ洞窟エリアに行くね。ここからが本番ってわけね。さあまずはすぐにスピンジャンプ。これを忘れると死んじゃうわよね。ちゃんと覚えてなきゃいけないよ。そして、ここは大ジャンプ長押し。これで成功率がぐーんと上がるんだ。そして次は、ここでショートカット。あ、これがさっき言ってたズルニャンね。これでタイムアップの心配がなくなったかな。そんな方法があったとはな。さあ、ここからまた集中し直さないと。次は三段ジャンプね。ここの三段ジャンプは大丈夫。問題はこの後。スピンジャンプ。よし、ちゃんとできた。ここから初見プレイだな。さらにスピンジャンプ。お、すぐに反応できたな。さっき見えてたからね。さあ、白エリアに戻ってきたぞ。ポコニャン、すぐそこにゴールが。ピンクコインもあるな。この鍵吹き扉に入って。ヒップドロップでゴールだはい、というわけで無事にクリアすることができました。いやー、かなり集中力が必要なコースだったな。でも、すごく楽しかったわね。よし。今回も無事に一番乗りができたね。
うん。ズルニャンしたことでクリアタイムも縮められたわね。ズルしなかったらタイムアップしてたかもしれないしな。お前らズルズル言いすぎだろ。さて、コース制作者のオリモチーさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。